や、あんたこの国の地理には詳しい？まあ一応。この国にレイ・マグナスが作った塔があるはずなんだけど、塔の場所って知らない？そんな塔があるんですか？ってことは知らないのね。レイ・マグナスが作ったかどうかは知りませんけど、レイナードシティから東の方向に何かの塔はありますよ。中央街道の近くにちょっと大きめの木があるんですが、その木に登った時に向こうの方に塔が見えたんです。何のために木に登ったんだ？それはいいけど、レイナードシティの東ね、行ってみましょうか。ゼルガディスはどうするんだ？もちろん塔に行くのはロベルトさんを一発殴ってゼルと落ち合ってからよ。何よこれ、火事の跡みたいだな。いや、参りましたよ。あの、これは一体？火の気などはないはずなんですけどね。また派手に燃えましたね。ミナさん、何か用事があったんじゃないんですか？ああ、そうそう、あ、よく忘れるところだった。ロベルトさん、あのですね、塔の中の財宝についてなんですけど。レイナード国王の隠した財宝があるわけがないということですか？いや、やっと気づきましたか。面白いので黙っていたんですが。いくらなんでも殴りますよ。殴ってから言うのはよくありませんね。それから聖職者の顔を殴るのもいただけません。まあ財宝の件はともかく、塔を調べていただくことについての礼金はお渡ししますよ。最初からそのつもりでしたし。それならそうと早く言ってくれれば、いちいち殴んなくても済んだのに。言う前に殴った人のセリフじゃありませんね。それで調べはつきましたか？それがアモルファスの塔にも行ってみましたけど、他と同じで最上階にオーブがあるだけで、他には何にも金目のもの、あ、もとい封印した理由の手がかりになるようなものは。そのオーブとやらに封印の理由があるのかもしれませんね。オーブはいくつあるんですか？今までの分を全て合わせて3つですけど。ではとりあえずそのオーブを3つ、1つ金貨1000枚で引き取ることにしましょう。え？でも礼には及びませんよ。危険を冒してまで私の道楽に付き合ってくださってるんです。これぐらいのことは。それにそのオーブを調べてみたいですし。そうですか。それじゃあお言葉に甘えて。ああ、それから教会がこれですから、私はグレッグさんのところにいますので、何かあれば魔導士協会の方に。
ー